副総代と皆さんありがとうございました。ただいまより、横川原秋季大祭宵宮の、駅前広場での催しを行っています。それでは、泉会、会長の下志郎よりご挨拶を申し上げます。はい、皆さん、横川原水天宮、宵宮祭にようこそお越しいただきました。泉会会長の藤田でございます。今日一日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは、お迎えいただきました、迎え太鼓、伊予の二名島副総太鼓の皆さん、盛大な迎え太鼓ありがとうございます。はい、続きまして、この後華麗なコラボでダンスを披露していただきますアルバダンススタジオの皆さん、よろしくお願いいたします。はい、続きまして、神輿、獅子舞か北方獅子舞保存会の皆さん、この後獅子舞をご披露いただきます。重ねてどうぞよろしくお願いいたします。今年は小学神輿と5年ぶりに中学神輿が復興いたしました。小学生中学生よろしく頼むよ。ありがとう。大人神輿、神輿舞の皆さん、今日の神輿を、宵宮、明日の本宮、怪我ないようによろしく頼みますよ。ありがとうございます。そして今日お集まりの皆さん、本日の宵宮と明日の本宮、各町皆さんの組や地元の方にですね、大人神輿を先頭に中学神輿、小学神輿が各町を回らせていただきます。ぜひ、お集まりの時間に皆さんにぎわしていただいて、横川のお祭りを支えていただいて、また盛り上げていただいたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは横川原水天宮宵宮祭開催いたします。それでは、総太鼓の皆さんの再度太鼓でスタートします。よろしくお願いします。皆様失礼いたします。こんばんは。伊予の二名島総太鼓、今年も、横川原の宵宮、来ました。神輿の一森の、皆さん、怪我がないように、また、明日もあるんでしょうけど、頑張って、神輿を上げてください。私たちこの宵宮をちょっと盛り上げに来ましたので、和太鼓のライブ形式でお送りしたいと思います。私たち単独で2曲演奏いたします。その後、地元のアルファダンススタジオの、現代ビルド協会の方たちとコラボということで、飛龍という作品を、やりますので、最後までちょっとお付き合いください。では、私たちのちょっとライブ入ります。まずは、龍の声。
竜の声という曲から入りました、続いての曲が、私たちのチーム名でもありますが、総太鼓という楽曲をやりたいと思います。私たちの総太鼓っていうのは、総っていうのは中国の方から見た時 の日本の別称のことでして、また世の二島っていうのは昔の四国のことを意味している、言葉ですが、私たちのチーム名の総太鼓っていうのも、ジャパニーズドラムとかっていうですね、最近インバウンドで、道後温泉なんかで演奏すると外国人の方に受けが出て、日本のわびさびみたいなところを感じていただければと思います。では参ります。総太鼓。不走太鼓の皆さんによく演技でした。ありがとうございました。
伊予の草名島不相太鼓とあのアルファフリーダンススタジオの共演でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。Thank you.
ございました。会おうと
社会になるぞー。せーの、せーの、いや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 い。続きまして大人みこしです。準備大丈夫ですか。Let's go!
三田方獅子舞保存会の皆さんによる獅子舞でした。ありがとうございました。Yeah.
以上で、予定のは終了になります。で最後に、泉会副会長藤井さんによる三本締めで終了とします。よろしいでしょうか。藤井さんお願いします。本日は、皆様、お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。皆様のおかげをもちまして、この宵宮、盛大に、執り行うことができました。心から感謝申し上げます。明日から、祭り、秋季大祭本番となりますが、この宵宮は、これで、締めたいと思います。最後三本締めで行いたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。皆様のますますの、ご発展とご健康をお祈りして三本締めで参ります。お手を拝借よーよっ、よっ、ありがとうございました。よっしゃ、それでなるね。よいよい